こんにちは、クリッカートミーです。ついに4代目モデルとなる新型ジムニーの発売告知がなされましたね。新型ジムニー&ジムニーシエラはデザイン的にもメカニズム的にも従来のジムニーのスタイルや考え方を踏襲しつつ大きくブラッシュアップしたモデルといえます。ではそんなジムニーの系譜とはどんなものだったのでしょうか。ここでは初代から3代目までの歴史を振り返ってみます。なおジムニーには初期の頃から小型車規格が設定されていますが、ここでは軽自動車規格に絞って紹介します。初代 LJ10 の登場は1970年4月。キャッチコピーは自然に挑戦する男の車でした。フレームは頑丈なラダー式を採用、搭載されるエンジンはキャリー用が採用されています。その FB 型空冷2気筒エンジンは25馬力を発生する 360cc 2ストロークエンジンで縦置き搭載されました。組み合わされるトランスミッションは4速マニュアル、これに高速切り替え式の副変速機付きトランスファーを組み合わせ FR と4輪駆動を切り替えるという方式をとっていました。 LJ10 型ジムニーは前後16インチタイヤを採用し、フェンダーも大きく張り出したような造形になっており、とても当時の軽自動車規格の条件下でデザインしたとは思えないほど伸び伸びとしたワイルドなテイストのものでした。ちなみにこの初期型 LJ10 はドアパネルもないフルホロ仕様のみでスタートしています。その後1972年には水冷エンジンを搭載した LJ20 型へと進化しました。1976年には 550cc エンジンを搭載し、ボディ寸法を拡大した SJ10 へとエボリューションします。1981年には初めてのフルモデルチェンジを迎えて、型式名が SJ30 となりました。このモデルチェンジの際、エンジンこそ先代末期の SJ10 のものを流用していますが、ボディとシャシー、そして駆動系は一新しています。2代目は途中で4サイクルエンジンの追加やターボモデルの導入、ハイルーフであるパノラミックルーフ仕様の新設など、とにかくありとあらゆるバリエーションが誕生しました。モデルライフ末期にはそれまでのリーフスプリングからコイルスプリングへの変更という一大変革も起きています。そして1998年に登場したのが3代目の JB23 です。搭載しているエンジンは先代モデル末期から採用されている 660cc の K6A エンジンで、ターボ付き仕様のみとなりました。この3代目は2004年10月の5型への切り替え時、副変速機の切り替えスイッチがレバーからスイッチ式に変更となります。また4速オートマチックトランスミッションを新規のものに変更するなど大幅な変更が行われ、通称後期型となりました。その後シリンダーヘッドの形状変更や歩行者保護基準通過のためにボンネットフードを高くするなどの変更が行われつつ、2014年7月の10型まで細かくモデルチェンジが行われてきました。以上、非常に長い歴史を持つジムニーを一気に振り返ってみました。この間、基本構成であるラダーフレーム&縦置き FR ベース、副変速機付きトランスファー仕様の本格派 4WD という機構は一度も崩されることはありませんでした。そしてもちろんこの根幹部分は間もなく発売される最新型も継承しているのです。新型を見る際にはこうしたジムニーの伝統も念頭に置いておくとより楽しめるはずです。